どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。このパーティーが使いやすく強いっていうことで組んでみました、スカーハ、クーフーリン、ベルゼブブですね。まずスカーハですけども、ユニークスキルの武芸の詩、これ同じパーティーにクーフーリンがいると発動します。クーフーリン以外でも発動するやつはいるんですけども、クーフーリンがいいみたいですね。このスキル、自身のスキル適性がプラスである属性の攻撃が必中になります。なのでおぼろ一線を必中で当てることができますね。で、必ずクリティカルが発生します。で、クーフーリンはスキルのゲイボルグが強いんですよね。貫通で衝撃属性の攻撃です。で、必中のクリティカルということでかなり使いやすくなってますね。そしてベルゼブブですね。ベルゼブブはランダマイザで、ステータスを下げてあげて、で、マガツヒスキルの、これ、蛮行ですかね。消費 MP が2倍になる代わりに、ダメージも2倍になるというスキルです。これがすごく噛み合うみたいなんですよね。で、さらに言うと、必中クリティカルなので、運と速度を上げなくていい。なので、育成が結構簡単っていうのも、このパーティーのいいところではないでしょうか。まあ、とりあえず、どれぐらい強いのか、試してみましょう。それでは、コントン軍と戦っていきますね。バスは、とりあえず入れんどこうか。うん。まあ、最初から攻撃が、開始できるっていうのが強みだからね。で、月撃干渉を使うことによって最大で、6回攻撃することが可能です。3600か。まあまあ、バフデバフ入ってないからね。まあそんなもんでしょう。でも確実に必中で、クリティカルなのでいいでしょう。2200。ああ、まあまあまあ、そうだろうね。で、ここはパスですね、まだ。で、月撃干渉。で、攻撃をまだ入れていく。ゲイボルグ。ゲイボルグかっこいいね。おーい。体力600ぐらいだから、やっぱダメージまだ食らうな。体力999まで上げた方がいいね。で、ここはもうランダマイザー使っていいんですよ。ランダマイザー。で、次からの攻撃は、デバフ入れてからだから、さっきよりもダメージはかなり上がるはず。4600。おー、で、ゲイボル。はいはいはい、食らっちゃうな。1ターンで、まあ2割ちょいってとこですかね。敵の HP2 割ちょい稼ぐことができます。まあまあ、何の準備もいらずにずっと使っていけるっていうことで、まあいいんじゃないですか。で、これにこの蛮行を入れていけばいいのよ。バフを入れてから試せばよかったな。まあいいか。とりあえず、デバフだけでと、これが9000台か。9000。おお、いいダメージ。で、ゲイボルグが5500。いや、十分なダメージじゃない。おう、必ず当たるからね。で、クリティカルも必ず出るんで調整しやすいよね。ランダマイザーしかねえかな。あ、そうか、女神がいるからランダマイザー1段階だ。あ、なるほどね。 OK、これで最大火力です。おお、1万超える、うん。やっぱこれぐらいの火力が欲しいね。で、こっちが6000ぐらいか。あ、6600。おお、いいダメージ、いいダメージ。はいはい。まあ、こんな感じか。うん。あとは、まあ、普通に攻撃していきましょう。もともとね、スルトは
備高めのやつなので倒すのにはちょっと時間かかるもんね。 OK やばいやべえぞ。あ、でも倒せるね。このターンで確実に倒せるので大丈夫でしょう。ゲイボルグ、あ、OK、でここはもう余裕ですね。とりあえずバフデバフは入れていきましょう。いや意外と HP 高いぞ。はい、キャンディも入れて、でバフデバフは、あ、まだ完璧ではないか。 OK OK、 攻撃回数多いんだよな、それがちょっと鬱陶しい。あ、でもバンコ使っていけば多分ここで倒せそうな気がする。ただエネルギー消費がこれものすごく激しくなるので足りるかどうかっていうのはちょっと心配、なんか足らんような気がしてきた。消費倍なのよ。ああ、余裕です、余裕余裕。いや、これ調整しやすいっていうのはねものすごい使いやすい。ああ、調整しやすいってすごくいいわ。ただ MP 消費がものすごく激しいのでここはちょっと気をつけなきゃいけないところですよね。使っていかんとこれ足りんね。まあまあ大丈夫でしょう。キャンディー入れて全然 OK。 でも体勢はほぼ完璧にしてるんで大丈夫ですね。で、ランダマイズだ、もう大丈夫だな。ゲージも溜まるので OK ですね。分かった。そりゃそうか。はい、まあ、このターンで倒しきれますね。よし、終わり。ではラスト、ここは、バフデバフを最初からしっかり入れてから攻撃していこうかな。うん、キャンディとかをまずは入れていきましょう。で取り巻きからまずは落としていきます。ランダマイザーもしっかりと入れていこうね。キャンディ、よし、 OK、 さあ、で、あ、いらんかったいらんかったわ。ランダマイザーで、ー確実に倒せますね。え、効かんよな。ちょっと MP が怪しいのでクーフーリンの MP をちょっと回復しとくか。若干ね。 OK、 ではここでバンコを打っていきましょう。バフデバフは完璧、いいダメージ、めちゃくちゃいいダメージ。
倒せる。はい、余裕です。それでは戻ってきました、今日はコメントありがとうございました。スカー派とクーフーリン、そしてベルゼブブのパーティーを使っていきましたけども、まあ派手さはそんなにないんだけども、安定して戦えるいいパーティーかなと思います。うん、やっぱり必中会心なので、調整がしやすいですね。スカー派とクーフーリン調整しやすいし、ステータスも力と体力のみ上げればいいので、育成しやすくすごくいいかなと思います。で、ベルゼブブは、ユニークスキルのビヨンデッタ、これが発動しないっていうところを注意しないといけませんね。うん、まあ蛮行が使えるキャラクターだったら何でもいいかなと思うんですけども、まあランダマイザーが使えるベルゼブブが、まあ確かに一番いいのかなと思います。うん、なかなかいいパーティーだったと思いますよ。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。